日本保守党の事務総長有本香織さんですが、同党が発足する1年以上前からその存在が国会の場で取り上げられていました。ご覧いただくシーンはこちらです。自民党の片山さつき議員の発言内容にご注目ください。それから今、例えば上海電力も含めてソーラーの大手がいろいろ問題になってますが、でそんな中で重要土地等調査法が6月1日から一部施行されているんですが、私の友人の有本香織さんが早速北海道に飛んだところ、旭川の駐屯地の郊外のですね、なんと電波塔から1キロ以内じゃないんだけどちょっと離れて女の足でも行けるわよと言ってましたけど、そういうところに膨大な土地が中国資本によって大変な面積買われてるんですよ。対して使われもせず放置されて、これは一体何なのということもありますし、これから例えば山あいの温泉観光街とか海岸を私有地として持っているホテル旅館とかローカルの小型の鉄道やバスなんかがもともとこういった、まあ、重要土地規制あるいは三万なければ外為法系の強い監視の対象になってないんですけれども、十分いろいろなことは考えられるわけですよ。有本香織さんが実際に現場に足を運んで感じたものが国会の場で発言されていました。これから約1年後に新党立ち上げの話になってくるわけですが、さて近い将来、存在だけでなく本人が国会に登場することはあるのでしょうか。今後の動向に注目したいと思います。以上で終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。